未来を築くために私たちは今ここにいます。平成14年灼熱の地東ティモールで未来を守るために私たちは今ここにいます。平成14年テロとの戦いが続くインド洋上で世界は今不確かな未来と向き合っている。その中で私たちに何ができるのか。未来を確かな時代にするために私たちはここにいる。防衛庁自衛隊における平成14年の主な活動内容はご覧のようになっています。国際平和協力への取り組み、国際的なテロリズムへの対応、各種事態への対応、武力攻撃事態への対応に関する法制への取り組みなど、防衛力を支える基盤、情報公開開示請求者リスト事案に対する再発防止の取り組み、平成14年その他の活動、防衛庁自衛隊はこれまで国際平和協力業務、国際緊急援助活動への取り組みを積極的に行ってきました。そして平成14年は自衛隊初の国連平和維持活動となったカンボジアへの部隊派遣からちょうど10年目にあたります。その記念すべき年の2月15日、政府は東ティモール国際平和協力業務実施計画を閣議決定。24日には防衛庁長官より派遣命令が発令されました。主な任務は東ティモール PKO の活動に必要な道路、橋などの維持・補修、ディリとスアイに所在する他国部隊や現地住民が利用する給水所の維持・管理、民生支援業務など。4月までに陸上自衛隊第1次東ティモール派遣施設軍およそ680名と司令部要員10名が現地に入りました。海上自衛隊東ティモール派遣海上輸送部隊およそ360名、航空自衛隊東ティモール派遣空輸隊およそ120名がその輸送支援を実施しました。これは自衛隊にとって過去最大規模の部隊派遣となります。派遣施設群の各部隊は東ティモールの各地にこのように配置されました。パキスタンとバングラデシュの工兵大隊から業務を引き継ぎ、道路、橋の維持・補修などの後方支援分野の業務を本格的に開始しました。高温多湿の過酷な環境の中、作業は着々と進められています。各地で行われている道路の補修工事、険しい山岳地帯の現場では補修工事も困難を極めます。このような地道な作業の一つ一つが東ティモールの新しい国づくりに欠かせない重要な任務なのです。
崩落した橋の補修・建設では高度な技術と大規模な工事が必要となります。ここでも日頃の訓練の成果を十分に発揮し、国連や地域住民の期待に応えています。また国連東ティモール支援団アンミセット軍事部門司令部には自衛隊からも10名の司令部要員が派遣されています。小泉首相が現職総理大臣として初めて PKO に派遣されている現地を視察。ディリ宿営地や作業現場にも足を運び、隊員たちを激励しました。また東ティモールでは国連平和維持活動参加の女性の自衛官の一期生として7名の女性隊員が活躍しています。派遣施設群の本部において衛星、文書、構成、輸送、通信などの各分野での業務に貢献し、女性隊員が PKO で大きな力になることを証明しています。5月20日、東ティモール民主共和国が誕生。国中が祝賀ムードに包まれました。派遣施設群は独立式典の会場のステージや給水設備の設営、急病人や負傷者の発生に備えた救急隊員の出動待機など、式典に関連した各種業務に協力しました。東ティモール民主共和国独立に伴い、国連東ティモール暫定行政機構アンタエットはその任務を終了し、新たに国連東ティモール支援団アンミセットが設立されました。日本も引き続き同国の国づくりに協力するため、派遣期間を1年間延長することを決めました。9月20日第1次東ティモール派遣施設群から第2次東ティモール派遣施設群へ任務を引き継ぐとともに、国連事務総長特別代表の立ち会いのもと交代式を実施しました。我が国は平成8年以降、中東のシリアアラブ共和国南西部のゴラン高原に展開する国連兵力引き離し監視隊アンドフに要員部隊を継続的に派遣しています。平成14年1月には第13次ゴラン高原派遣輸送隊が現地入り、7月には第14次ゴラン高原派遣輸送隊に引き継ぎました。派遣隊員はおよそ6ヶ月間ゴラン高原において輸送・道路整備などの任務に当たります。また第7次司令部要員2名が兵站や広報の業務で活躍しています。緊張が続く中東情勢の中で、アンドフの活動はますます重要なものになってきています。そんな中、中東ゴラン高原の派遣輸送隊はあくまで安全と中立を堅持しながら任務を遂行しています。平成13年9月11日に米国で発生した同時多発テロに対し、国際社会は軍事、経済、外交などのさまざまな手段によるテロ根絶の努力を続けています。しかし平成14年10月6日イエメン沖でフランスのタンカーが爆発炎上、10月12日にはインドネシアバリ島で連続爆弾テロが発生するなど、アルカイダの世界各地への拡散に伴いさらなるテロが発生しています。このように国際社会によるテロとの戦いは当面継続される見込みです。防衛庁自衛隊はテロ対策特措法に基づき、インド洋上における米国艦艇への補給活動や物資の輸送活動などを実施してきました。平成14年1月からは英国艦艇に対しても給油活動を実施し、自衛隊は
国際的なテロリズム根絶のための取り組みに積極的に寄与しています。さらに政府は長期化するテロリズムとの戦いに対応し、自衛隊の派遣期間を平成15年5月まで延長することを決めました。これによって防衛庁自衛隊は国際テロリズムに立ち向かう諸外国の軍隊などに支援協力を引き続き行うこととなりました。防衛庁としてイギリス護衛官を派遣することができたのだ。また防衛庁は指揮にあたる艦艇の今後の派遣ローテーションの柔軟性を確保する。高いレーダー捜索能力と情報処理能力を活用して補給の際の安全を確保する。厳しい勤務環境下に置かれた隊員の負担軽減を図るなどの観点から、12月5日イージス艦を派遣することを決定しました。12月31日の時点で航空自衛隊は計122回の輸送を実施。海上自衛隊においては米国および英国艦艇に対して12月31日現在で計156回の給油を実施しています。現在防衛庁長官の下で将来の防衛力の在り方の検討が進められていますが、同時多発テロのような新しい事態に対する防衛力の在り方も論点の一つであると考えています。平成13年9月の米国における同時多発テロ、同年12月の九州南西海域不審船事案の発生などにより、自衛隊の多様化する役割への国民の期待はますます大きくなっています。そのような情勢を踏まえて、政府は平成13年度から17年度までの中期防衛力整備計画の中で、特に留意する施策の一つとして、ゲリラや特殊部隊による攻撃、および NBC 攻撃などへの対処能力向上を挙げています。平成14年3月防衛力のコンパクト化と質的向上を進めるため、三自衛隊の部隊新編改編が行われました。その中で3月27日自衛隊の多様化する役割への対応を担う2つの新しい部隊が発足しました。一つは都市部での大型災害やゲリラや特殊部隊の攻撃にも対応できる整形中枢型の師団。これまで首都防衛を担ってきた第一師団をスリム化し、同時に高機動車や多用途ヘリを増強して即応性を高め、 NBC 対処能力も向上させた部隊です。これによって都市部での各種事態への対応能力強化が図られました。一方、離島への侵略や災害に対処するため機動性を高めた西部方面普通科連隊を新編。通常の普通科連隊に比べレンジャー技能を持つ隊員の割合が高いのが特徴で、西部方面ヘリコプター隊などと共同して空中機動し現地に急行します。平成14年9月11日その前年の12月に鹿児島県奄美大島沖で海上保安庁巡視船との銃撃戦の末沈没した不審船の船体が引き上げられました。沈没地点からはロケットランチャーや砲弾、軽機関銃などが数多く回収されました。防衛庁はこのような相次ぐ不審船事案などを教訓として、テロ・不審船対策を重点施策としています。海上自衛隊では P3C 哨戒機などの情報収集能力と監視体制の強化をはじめ、小型船舶に対して射撃能力を与えることや停戦措置用の装備品整備などの充実を図っています。
4月26日武力攻撃事態対処関連3法案いわゆる有事法制の国会審議が始まりました。この有事法制については政府として研究に着手してからすでに25年余りが経過していますが、国会で審議されるのは初めてのこととなります。武力攻撃事態対処関連3法案は我が国への武力攻撃などに際して自衛隊が文民統制の下で適切に対処し国民の生命・財産を確保するという任務を全うするとの観点から、またそのような防衛体制を整備することが我が国に対する武力攻撃の未然防止に役立つとの観点から、平時においてこそ備えておくべきものであり、ご覧の3つの法律からなります。武力攻撃事態対処法案は武力攻撃事態対処に関する基本理念、国や地方公共団体などの責務・役割分担、国民の協力の在り方などを定めた法律です。ポイントとしては、政府が武力攻撃事態を認定し対処のための基本方針を決定、首相を本部長とする対策本部を設置して自衛隊の防衛出動など必要な措置を取ることが定められている点が挙げられます。安全保障会議設置法一部改正案では、内閣官房長官を長とする事態対処専門委員会を常設することなど、事態対処に関わる安全保障会議の役割などを明確化しています。自衛隊法等一部改正法案では、我が国に対する外部からの武力攻撃に際して自衛隊が円滑に行動するために必要なさまざまな権限などが定められています。また政府は武力攻撃事態対処法案に基づき、今後武力攻撃事態から国民の生命・身体・財産を保護し、国民生活・経済に与える影響を最小とするため、国民の保護のための法制を整備することとしています。平成14年4月、防衛庁長官は自衛隊の任務を迅速・効率的に遂行するためには、総合的見地に立って有機的に運用されることが必要であるとの認識から、陸・海・空幕僚長・統合幕僚会議議長に対し、統合運用の強化を推進する観点から抜本的な検討を行うよう指示しました。今後統合運用を、同年12月19日、防衛庁長官に新たな統合運用の体制についての成果を報告しました。この成果報告において、自衛隊の運用は統合運用を基本とするとの基本的考え方に基づき、具体的な施策として3つの事項について提言を行っています。自衛隊の運用に関する軍事専門的見地からの長官の補佐を一元化するため、統合幕僚長を創設すること、統合運用のための幕僚組織として統合幕僚組織を設置すること、統合運用の実効性を確保するため各自衛隊の部隊における統合運用機能を強化すること、および統合運用に必要な基盤を整備すること。平成14年は予備自衛官補制度元年、初めての募集・採用試験が行われ、記念すべき予備自衛官補第1期生が誕生しました。予備自衛官・即応予備自衛官とは、普段は社会人としてそれぞれの職業に従事していますが、防衛召集などを受け自衛官となって各々の任務に当たる人のことです。予備自衛官・即応予備自衛官は自衛官経験者に限られていましたが、予備自衛官補は自衛官未経験者から採用し、所定の教育訓練を終了後予備自衛官に任用する新しい制度です。
7月1日予備自衛官補第1期生として社会人や学生など300人が採用されました。そして8月、いよいよ予備自衛官補第1期生の教育訓練が始まりました。まだぎこちなさの見える教育訓練風景ですが、彼らの純粋な使命感と存在こそが合理化、効率化、コンパクト化を目指す自衛隊の新しい体制を支えていくのです。平成13年5月、防衛庁における男女共同参画社会形成促進に関する施策の円滑で効果的な推進を図るため、防衛庁男女共同参画推進本部が設置されました。平成14年7月に発表された検討結果では、4項目の具体的な施策が打ち出されました。現在自衛隊では自衛官全体のおよそ 4% にあたる1万名余りの女性の自衛官が全国各地で活躍しています。例えば陸上自衛隊の東ティモール国際平和協力業務において、女性ブルーベレー隊員7名が誕生しました。このような環境整備によって女性の自衛官の活躍する場はますます広がっていくでしょう。5月28日、情報公開開示請求者リストに関する新聞報道がなされ、防衛庁長官は直ちに徹底的な調査を行うよう命じました。6月11日、調査報告書を発表。この調査結果を受け、防衛庁長官は12日、主要幹部を集め、個人情報保護の重要性を強調するとともに、国民の信頼回復への努力を要望する訓示を行いました。同日、個人情報取扱いの注意事項とその検査に関する通達がそれぞれ発出されました。防衛庁では行政の透明性を確保する情報公開と、国の防衛にとって重要な情報の収集保全を峻別し、今回の事案を教訓に信頼回復に向け努力しています。平成14年は海上自衛隊をはじめ、防衛大学校、技術研究本部、防衛研究所がそれぞれ創立50周年を迎えた記念すべき年でもあります。それでは平成14年のその他の活動を見てみましょう。4月26日、海上自衛隊創立50周年記念式典が行われました。10月には記念行事の一環として我が国初の国際観艦式を実施しました。防衛大学校では秋の開校記念祭を中心に様々な記念行事が行われました。同じく創立50周年を迎える技術研究本部、防衛研究所でもそれぞれ式典が行われました。10月20日には平成14年度の自衛隊記念日記念行事航空観閲式が行われました。
平成14年は世界の中の日本、世界の中での自衛隊が大きく問い直された年でした。また女性の自衛官の活躍、予備自衛官補制度の導入などにより新しい自衛隊の未来像が見え始めた年ともいえます。よりグローバルに、より国民の身近に、防衛庁自衛隊は今ここにいます。